こんにちは。今回はカエルの作り方を紹介します。私は実は本物のカエルは苦手なんですけれど、今回はぴょんぴょん飛び跳ねるかわいいカエルになるといいなと思います。それではどうぞ。どうでしたか？指で弾くとピョンと飛び跳ねますね。どんな風に弾けば一番遠くまで飛ぶのか、いろいろと試してみてくださいね。それではまたねー。